なんかでも嫌じゃない？自分のさ配信をさ見に来てくれてさ、しーちゃん好きって言ってくれてる子がさ、あの将来20年後とかさ、30年後40年後かわかんないけど、すごいなんか感じの悪いさ、すれ違った人に舌打ちするようなさ感じの悪い人にはなってほしくないじゃん。心優しい人間でいてほしいよ、ここにいるみんなには。その時にこの話を思い出してハッとするまで見えた。ハッとしてたらもうそれやっちゃってるんだよ、舌打ち出ちゃってるんだよそれ。まあでも嬉しいよね、自分がその過去にした話をずっと覚えててくれて、そう、そういう大事なタイミングで思い出してくれたりとかね、嬉しいよね。20年後にこの配信振り返り配信、前半部分ほとんどはあの夢とかの話だけど大丈夫そう？20年経った後に、20年前のあの時に話したあの話みんな覚えてる？ちょっと配信振り返ってみるか。みんなあの時に言った言葉覚えてる？心優しいおじちゃんおばちゃんになろうねって、みんなできてる？すれ違った人と肩ぶつかって舌打ちしちゃってない？できてる？ちゃんとごめんなさいできてる？ちゃんとごめんなさいありがとうできてる？おばあちゃんに席譲れてる？電車で。